の構図です。今回ですけども、特別版レビューということで、アルビレックス新潟 VS 横浜 F マリノスの試合ですね。元横浜 F マリノス選手でした下平拓海選手をお迎えしての、特別版レビューということで、下平選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本当にありがたいです。これもう視聴者さんも多分待望というか。本当ですか。もうマジモンの選手来たみたいな感じが多分あると思うので、もう J リーグにいたのだいぶ前なんで、もう忘れられてるかもしれないですあの簡単に自己紹介していただいても大丈夫ですか。はい、もちろんです。大阪出身で、もともとガンバで、J リーガーになって、その後フォーミアルディージャ横浜 F マリノスジェフ千葉で、プレーして、今は南葛 SC という関東一部リーグの、あのキャプテン翼のチームでプレーしてます、下平拓海です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本当に、いやありがたい限りですけれども、早速なんですが、本日の目次というか、お題をですね、ちょっと共有していきたいと思うんですけれども、こんな感じですね。目次として、新潟マリノス試合の振り返りということで、はい、その1からその6まで、ちょっと用意してるんですけれども、試合の総括と全体の印象、はい、そして新潟のサッカーを見ての印象、多分あまりあのめちゃめちゃ毎試合見るとかではないと思うので、はい、あのまあ、見ての、まあ、ざっくりとした印象、はい、感想などいただいて、得点シーン、まあ、3対1でしたので、まあ、4得点分あるので、それぞれちょっと解説いただきながら、はい、そしてスタッツを踏まえての解説感想というところと、あと、ま、新潟の選手からですね、まあ、あの、僕のチャンネル、まあ、アルビサポの方、すごい多くの方見てくださってると思うので、まあ、新潟の選手から、ま、注目選手、気になった選手、挙げていただくというのと、まあ、次がですね、まあ、中4日中3日かな、はい、で、湘南戦、日曜日にあるので、はい、まあ、ちょっとまた、マリノスとはスタイルの違うチームですけど、まあ、マリノス戦のアルビの試合を見て、収穫と課題みたいな部分触れながら、まあ、こうなんじゃないかみたいなところも触れていただいての構成になっていきたいと、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。もう僕あのサングラスとマスクで多分ちょこちょこ消えるんでまあお気になさらずというところで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします、早速なんですが、試合の、まあ、振り返りというか雑感というか、はい、どうですか、どうでした、見てみ、あのマリノス対新潟の試合。そうですね、最初はやっぱりあの、まあ、マリノスがその、直近で ACL やってたんで、そのまあそういうゲームの強度というかに慣れてるような感じがあって、結構テンポよくサッカーしてるなっていう印象があって、たのと、まあ、新潟に関してはやっぱりこうマリノスの嫌なことをうまくついてきてるなっていうような、はい、印象を受けました。やっぱなんかスタイルが似てるチーム同士みたいな、まあ、よく言われてるんですけど、はいはい、そのチーム同士の噛み合わせ的には、まあ、割とその、はい、まあ、点も入りましたし、はい、なんかその良さを消し合うというよりはなんか持ち味出し合うみたいな感じですかね。そうですね、持ち味出しつつ、まあ、新潟の方がよりこう相手の嫌なことをするというか、なんかそんな風な印象は受けました。うん、なるほど。あの直近で新潟は4戦勝ちなしと、はい、1分け3敗と結構どん底というか、非常にチーム状況、はい、怪我にも多くてですね、はい、まあ、難しい中で、まあ、ホームミッドウィークで ACL 含めてターンオーバーも予想された中でのマリノス戦だったんですけども、はい、まあ、じゃあなかなかいい試合運びだったんじゃないかって感じですかね、新潟的には。そうですね、なんかその全然しばらく勝ってないっていうような、そんなような印象は全く受けなかったですね。うんうんうん、なるほどなるほど。はい、あのマリノスはやっぱりそのターンオーバーの影響ってのはあったんですかね、多少。どうですかね。まあ、でも久しぶりに、ね、出る選手だったり、リーグにはそんなに出てない選手だったりっていうのもいたりしましたし、まあ、
キーパーがね、ポープ選手じゃなかったりとかっていうのもあったんで、まあそういう連携の部分とかは多少あったのかなっていうような気もしますね。うん、なるほど。まあでも前線はアンデルソン・ロペス選手とか山手選手いて、はい。まあ強力な布陣だったなっていう印象もあるので、まあよく、まあ新潟的には勝ったなと。まあただ去年も1勝1分けで負けてないんですよ、はい、マリノス戦。はい。新潟。苦手な印象というか、あんまりこう、すっきり勝ってるっていうような印象はないですね、新潟戦、僕がいた時からも含めて。なるほど。はい、結構、なんか、噛み合わせはいいんですかね、新潟的にはね。かもしれないですね。なるほど、なるほど。はい。ということで、新潟のサッカー、どうご覧になりましたか？はい、まあなんか、まあ、リキさん、僕、一緒にちょろっと、半年ぐらいですかね、やらせてもらったんですけど、まあ、なんか、その時、マリノスがやってたサッカーを、こう、リキさんなりに、こう、ブラッシュアップしてるというか、なんか、そんな印象を受けました。はい、やっぱ、ポステコグル味がちょっとある感じですかね。そうですね、なんか、そこまで、こう、サイドバック、がっつり中に入ってきてみたいなような印象は受けなかったんですけど、でもそのボールを大事にするところだったり、まあ、出して動くだったりっていうのはなんか影響を受けてるのかなっていうような、はい、ああなるほど、その選手の配置みたいな、はい、そうですね、ああなるほどなるほど、はい、まあ、ちょっとアルベル監督の後を引き継いでっていうところもあるので、はい、まあなかなか多分その合いの子じゃないですけど、はい。なんかそんな感じもあるかもしれないですね。なるほど。ポゼッション思考っていうところでの共通項があるので。はい、うんうん。なるほど、なるほど。というわけで早速なんですけども、ちょっと得点シーンが結構あるので、はい。それをちょっと振り返っていきたいなと思うんですが、はい。目次からの、まずですね、スタメンがこのような形。配置としては、まあ、アルビが4-4-2。はい。まあ、前線の長倉選手と鈴木選手は横関係、縦関係、まあ、そこはちょっと柔軟にっていうふうなイメージですけれども。はい。マリノスは4-1-2-3。はい。木田選手アンカーでということで。QL 監督になってから、はい。アンカーになったと。はい、そうです。いうふうな情報を僕は仕入れたんですけども。はい。やっぱそこら辺は去年までのマリノスと比べてやっぱちょっと変わったりしてるんですか？そうですね、なんか今シーズンの最初の方はちょっとやりにくそうというか、まあ去年まではこう2ボランチでボールも出し手が2人いるというか、うん、という感じだったんですけど、まあ何試合かやっていくうちに今のフォーメーションにも結構ハマってきて、うんうん、高い位置で起点できるシーンが増えたかなっていうような印象はありますね。ああ、なるほど。その、やっぱり前目に人数割いてる分、はい、そこでボール握れると。はい、そうですね。あ、なるほど、なるほど。はい。で、長谷川匠選手がちょっと早々に負傷交代をして、小見選手が右にずれて、谷口選手が左ウィングに入ると、左サイドハーフに入ると。はい。まあ、結果的に個人的にはこれがかなり、谷口選手を左っていうのはかなり良かったんじゃないかなっていう印象があるんですけど。はい。どうすかね、ここら辺は逆に怪我の巧妙というのか。ね、結構長いボールでサイドに入れるシーンが前半は特に多かったと思うんですけど。うん。それが結構こうボディーブローのようにマリノスには効いてきてたのかなっていうような気はしますね。うんうんうん。やっぱり結構あれなんですかね、その持ってるボール持ちたい同士だけど、はい、そうじゃなくて、まあ、言い方です縦ポンじゃないですけどロングボールも織り交ぜながらだと対応結構困ったりするもんなんですか？はい、そうですね、特にマリノスのまあ、ここ数年のやり方っていうのはハイラインでやってるんで、まあ、やっぱサイドバックの背後というか対角線のボールだったりとかっていうのは、まあ、サイドバックのポジショニングだったりとか、まあ、
あの身体能力だったりとかで結構左右される部分ではあるので、そこは狙ってくるチームは、まあ、僕がいた時もそうですし多いのかなっていうような、はい、それをうまく今回の試合は新潟が利用してたのかなっていうような印象がありますね。なるほどなるほど、はい、面白いです。面白いですね。やっぱそれ選手としてはその進行として、はいはい、そのある程度こう対戦相手ごとに準備とかしていくするわけじゃないですか、ある程度。はいはい。で、なんか思ってたパターンじゃないな。例えば新潟はボール握ってくるだろうと思ってながらも、はい、ロングボール意外と蹴ってくるじゃんみたいなパターンの時って、はい。はい、こう選手間でピッチ上でこういうふうに対応しようみたいな話し合いとかって多分されると思うんですけど、はい。そこら辺のそのすり合わせって、はい。どんな感じで行われるんですかね。そうですね。なんか、まあ、今回の試合もそうですけど、なんか、その、ただ単に背後に蹴るっていう感じではなくて、ちゃんと狙って蹴ってる感じがあったんで、まあ、そういう時は、まあ、こう、ラインを早めに下げたりだとか、ちょっと外目にポジショニング取って、その、サイドハーフに出させないようなポジショニング取ったりとかするんですけど、ええ、なかなか、今回はそれを上回ってたというか、新潟のそういうの、対角線のボールの質がかなり高かったのかなっていうような、はい、印象を受けます。なるほど。はい、で、ただ、新潟は先制されてしまうと。これがマリノスの1点目のシーン、はい、ちょっと図解してるんですけれども、はい、これは上島選手かな、はい、から渡辺晃太選手に入って、はい、おそらくまあ上中選手がちょっとその間にハーフスペースにいるヤンマテウス選手に出して、はい、その間に渡辺晃太選手がスルスルスルと、はい、マイケル選手と藤原選手の間に入り、はい、ヤンマテウス選手のループパスで、ボレーで決めるみたいな、はい、まあ、それで、まあ、マリノスが先制と。新潟これで14試合中12試合先制されてるっていう。あ、そうなんですね。いや、非常にそれも結構課題なんですけど、はいはい、本当は先制されたくなかった新潟的には、まあ、前半のタイミングでこういう風な形で失点しまうっていうのは、まあ、なかなか痛かったんですけど、はい、これはどこがどうなっちゃってこうなっちゃったんですかね。これ、まあ、このシーンの数分前ぐらいにも結構同じようなシーンがあって、渡辺選手が飛び出して、センターバックの間の背後を狙ってたりとかっていうシーンがあったと思うんですけど、うん、やっぱりこの、ヤンマテウスの選手のポジションの位置というか、このサイドバックとサイドハーフとセンターバックとボランチの間のところでボール受けるっていうのは結構重要で、そこでしかもポストプレーをするだけじゃなくて、ゴールシーンの時とか前向いたじゃないですか。はいはいはい。なんで、そこで前を向いてくれると、まあ、ボランチの選手だったり、トップ下の選手が思い切って飛び出したりとかっていうプレーが出てくるので。なるほど。はい。あ、もう絶対パス出てくるぞみたいな合図みたいな感じになるんですね。そうですね。ああ、なるほど、なるほど。これ、新潟的には、はい。どう守備しとけばよかったんですかね。これは、まあ、マテウス選手に、まず厳しくプレッシャー行くっていうところが一つと、うん、そうですね。まあ、ボランチの選手をうまく動かすかどうかっていうところですかね。確かセンターバックの一人が外国籍の選手。あ、トーマス・デーン。はい。ですよね。そこの選手が、まあ、うまく日本語でコミュニケーションとか取れてれば、うん、ボランチがもうちょっとスクリーンして、ヤンマテフ選手のコース消せたりだとか、なるほどなるほど。するかなと思いますけど。うんうんうん、はい、ちょうどその本来ボランチである秋山選手が左サイドバックの位置で、はいはい、松原選手がここら辺まで来てるんですよね。そうですね、高い位置取ってましたね。で、左サイドバックの星選手がポジション変わってボランチの位置で、はい、まあ、木田選手が来てる、はいはい、でちょうどここら辺が本当に空いてるんですよね。そうですね、綺麗に空いてましたね、うん、でアンデルソン・ロペスはマイケル選手がもうマンマーク気味、はい、うん、となると、やっぱ奥村選手、小見選手あたりがスライドして、渡辺晃太選手ついていけてればみたいな感じなんですかね。
そうですね。もしくは、サイドバックの選手が、右サイドバックの選手がちょっと絞ってきて、マイケル選手に声をかけて、その、渡辺選手が走ってることを伝えたりだとか。藤原選手の声かけで、その、アンデルソンのペースのマークを、例えばトーマス・デに変えるとか。そうですね。その、要は、一番危ない場所から消していくっていうのが、まあ、守備の鉄則だと思うんで、うん、まあ、背後に走った選手が危ないのか、そのロペス選手がそこで、まあ、まだボール出てないんで、出てからでも、そこにはプレッシャーいけるんで。ああ、そうか、ヤンマテウ選手の距離感を考えればっていうことなんですね。そうですね。まあ、その一瞬の判断なんで、やっぱり難しい部分ではあると思うんですけど。なるほど。じゃあ、もう井上選手をもう切ってでも中入るとか、はい、そういういろんな判断ができたと。そうですね。サイドバック目線からすると、まあ、一番怖いところから消していくっていうのが、はい。大事だったかなと思います。なるほど。いや、これめちゃめちゃ、はい、多分過去一コーズ TV 史上濃い濃いレビュー。あ、本当ですか。なってます。ありがとうございます。あ、よかったですね。で、新潟がただ1点返します、はい、後半。はい。はい。エンドが変わりまして、はい、新潟が左向きに攻める形なんですけれども、はい、上島選手が白坂選手、ゴールキーパー白坂選手にボールを預けて、はいはい、白坂選手は実藤選手にボールを預けると、はい、でただその実藤選手も出しどころなく白坂選手に戻そうとしたところパススピードが弱く、はい、新潟の鈴木浩二選手がそれを狙っていって奪ってちょっと持ち込んでシュートと、はい、まあ、これは どうですかね。そうですね、後半立ち上がりだったんで、まあ、マリノス的には結構ダメージはあったかなっていう気はしますね。やっぱりその立ち上がりとか試合、はい、まあ、前半後半終了間際とかの、はい、まあ、得点失点ってやっぱメンタル的に来るんですか。そうですね、まあ、なんか流れの中での失点だったらまあ仕方ないかなとは思うんですけど、まあ、今回みたいにその、まあ、ミスというか、うん、そういう感じだとまあ、多少はガクッとくる部分はあるのかなと思いますね。なるほど。はい。ちなみにこの鈴木浩二選手の得点の前に、はい、谷口選手が結構サイド突破して、はい、中にトーマス・デン選手が来てるみたいな。そうですね。そのセンターバックの攻撃参加、まあ、マイケル選手も割と前目に出てくるシーンもあったりしたんですけど、はい、まあ、この試合だとトーマス・デン選手の攻撃参加っていうのも結構あったと思うんですが、はい、そこら辺はあれなんですかね、そのもう臨機応変に選手が判断して前出るぞみたいな感じなのかなと思いますけど、後半の方がなんかそういうシーンが多かった感じがしますね。特にそのトーマス・デン選手の真正面にこうディフェンスがいないというか、横から追っかけたり斜めから追っかけたりっていうシーンが多かったんで、それで結構前に進まれてしまったかなっていうような印象はあります、ね、うん、逆にマリノスは前半あの加藤選手、左サイドバックの加藤選手のところで結構前に運べてたんで、うん、やっぱあのディフェンスからすると正面に立たれるとなかなかこう仕掛けれないというか、はい、あ、なるほど。なんでそこでこう陣地挽回のドリブルされたりするとこうディフェンスのラインが全体的に下がってしまうんで、うんうんうん、それがちょっとあのどっちのチームもあのまあ逆に言うとそこをついてお互いいい形ができたのかなっていうような、はい、気がします。やはりこうセンターバックの選手が持ち運んでとかっていうのは効果的なんですかね。はい、そうですね。まああの表裏一体というか奪われるとね危ないですけど。まあ、そこで1枚剥がせたり運んでパスできたりするっていうのは、まあ、チームとしての選択肢がすごい広がると思います。あのこの試合出てなかったんですけど千葉和彦選手とかよく新潟でもやるんですけど、はい、そういう選手がやっぱり増えてくるっていうのはやっぱチームとしてもそのやり方として浸透してるみたいなのがあるんですかね。そうですね、そこで、近くに選手が寄っていかなくても良くなるので、そうなるとこう受ける位置が一つ二つ前に行ったりだとか、まあその選手が、もう一つ二つ前につけれることによって、こう、チーム全体が押し上がるし、
まあ、起点になるポイントがより前の位置になるのかなっていう、はい、気がします。なるほど。で、相手のディフェンスラインも下げさせられると。そうですね。なるほどなるほど。で、立て続けにアルビが逆転するんですが、はい、まさしくそんなトーマス・デン選手の持ち運びがこのシーンではあったわけですが、小島選手からのパスに、はい、まあ、トーマス・デン選手が持ち運ぶと、はい、で、これロペス選手ですかね、ちょろっとついていくんだけど、ね、振り切られて、はいはい、で、木田選手とかもちょっと振り切られるんですね。ここで多分キーボードの股を抜けて、上島選手が、はい、近くにいたんですけど、多分こうディフェンスラインはちょっと後ろに下がってポジション取ってたって感じだ。そうですね。上島選手がそうハーフウェイライン付近にいたんですけど、はい、これ長倉選手あたりもケアしなきゃいけないっていうんでちょっと戻ってたんですよ ね。はい。で、渡辺康太選手とかも釣り出されて対応するんだけど、鈴木浩二選手がうまいこといなすと。はい。で、左に大きく張ってた谷口選手がこの中に切り込む動きを見せて、はい、絶妙のタイミングでパスが通り、ニアにぶち込むと、はい、いう風な流れだったんですけど、はい、これはどうですか、そのトーマス・デン選手の持ち運び、そして、まあ、鈴木浩二選手がちょっとこう木田選手、渡辺選手かわしての、はい、まあ、パス、はい、あと谷口選手の動き出し、その辺ちょっと教えていただきたいんですけど。そうですね。まず、トーマス・デン選手が運んだところで、まあ、キーボーのところで多分、奪えれ、人数ちょっとかけてたと思うんで、そこ。そうですね。ちょっと寄ってましたよね、はい。そうですね。そこで奪ってれば、また違う展開にはなったのかなと思いますけど、うまいこと剥がして、で、鈴木選手に渡って、まあ、ちょっと遠いから展開するのかなと思ったんですけど、まあ、マリノスのディフェンスラインがこうその時うまく揃ってなかったんで、うん、そこのギャップをうまくその谷口選手とのホットラインというか、すごい呼吸のあった攻撃だった、うん、はい、そういう印象ですね。これ上島選手戻りながらだったじゃないですか。はい。で、ちょうど上島選手と松原選手の間通された形じゃないですか。はい。これ長倉選手がここら辺にいたっていうのもでかいんですかね。そうですね。多分、そこの間のコースにパス出てくると思ってなかったのと、多分、マツケンは、こう、自分がおそらく最終ラインぐらいにな感覚で多分守ってたと思うんで、あのコースにはあまり出てこないんじゃないかなっていうような、立ち位置を取ってたような気がしますね。なるほど、なるほど。はい。この、例えば、まあ、なんだろう、そのチームでのその事前の分析っていうところをもうちょっと教えてほしいんですけど、はい、例えば谷口選手っていうのは結構裏抜けが得意なタイプなんですけど、はい、まあ、それは分かってながらもやっぱ局面でこういう状況になると、はい、やっぱその、まあ、現場判断というかその試合の状況によって、はい、まあ、今ここはもうそんな見るべきじゃないよねっていう風な感じにも割となりやすいんですかね。そうですね。まあ、選手の特徴を見て多少やっぱりポジショニング変えたりだとか、まあ、速い選手だったらちょっと間合いを取ったりだとか、その辺はもちろん松健も経験あるんで考えてたとは思うんですけど、うん、まあ、パスのタイミングと動き出しのタイミングがすごい良かったなっていう、はい。あ、じゃあやっぱ鈴木浩二選手と谷口選手の、まあ、あうの呼吸というか質が、そうですね。はい。結構良かったっていう。はい、そう思います。なるほど、なるほど。で、なんと3点目が生まれると。はい。ちょうど塩貝選手が交代で投入された直後のスローインなんですが、はい。はい、で、藤原選手が、もうギリギリの、コミ選手。はい。もうほぼほぼゴールラインギリギリのコミ選手にスローインをし、で、藤原選手が、まあ、カバーに来て、受けて、ループ気味のパスで、スルスルっと中に入ってきた奥村仁選手に通すと。はい。で、そこから持ち込んで、シュートと。はい。まあ、新潟的にはちょっと本間潮見を感じる点だったんですけど、そうですね。はい。これもちょっと、解説をお願いできますか。はい。これも、このゴールシーンのすぐ、
直前に、まあ、ほとんど同じような形のスローインがあって、うん、まあ、そのペナの角というか、そこを使われそうにマリノスはなっていて、まあ、誰がそこに走ってきた選手をケアするのかっていうのがなかなかはっきりしてない中で、このゴールは生まれたっていう感じなんですけど、まあ、最後プレッシャーに行ってた高木原選手の股をうまいこと奥村選手が抜いて、すごい綺麗な、はい、ゴールだったと思います。その人数的には結構マリノスも揃ってる印象だったんですけど、はい、そのまさしくそのこの得点シーンの前のスローインでは星選手がもうドフリーみたいな、この本当ペナカドの、はい、ね、ここら辺で星選手ドフリーみたいなシーンもありましたけど、はい、あれはもうなかなか修正っていうのは難しい状況だったんですかね。そうですね、選手交代も多分したばっかりの時で、そうですね、あそこもそのスローイン投げた選手と最初に受けた選手のところで多分新潟は2人ぐらいしかいなかったんですけど、マリノスは多分3人か4人ぐらいそのボールの周りにいたんで、誰がボールにしっかりプレッシャー行くのかっていうのがなんかちょっとボケた感じはしましたね、なんかその一瞬。やっぱその選手交代のタイミングっていうのはある意味隙が生まれやすかったりするんですかね、はい、もうあると思います。あとはその塩貝選手が、まあ、今までは多分センターフォワードの位置で出てたと思うんですけど、ええ、今回多分トップ下というか一列下がったような位置だったと思うんで、最初のそのあたりもこう、まあ、もしかしたら練習ではやってたのかもしれないですけど、そういうところの連携とかももしかしたらあったのかなと思いますね。なるほど、はい。まあ、そんな感じで3対1で新潟が勝利というふうになったんですけど、はい、続いてスタッツをちょっと見ていきたいんですが、はいはい、シュート数的にはもうかなり両チームとも打ってて、そうですね、面白い試合ですね。本18本枠内もね、はい、10本以上枠内飛んでる、はいはい、で支配率はもうほぼ五分五分と、はい、でパスの成功率も8割超えの、まあ、300台後半から400台までいってるというふうなところですが、はいはい、まあ、このスタッツからどうですか、試合改めて。そうですね、見てて飽きないというか、ずっと終始面白い試合だったと思いますね、うん、はい、やっぱそのボールも動きますし、シュートも打ってくれりゃ本当面白いですよね。そうですね、ピッチもいい感じで濡れててボールも走ってたんで、うん、はい、見ててすごい楽しかったです。あ、ちなみにそのピッチの話で言うと、まあ、新潟はやっぱボール、はい、パス回すチームなんで、はい、もちろんその水撒くんですけど、はい、例えば町田とかは水撒かなかったりとか、はい、するんですけど、はい、やっぱもうそれはもうやりづらさは結構変わるんですか。そうですね、グラウンドによって全然違いますね。芝生の質もそうですし、水を、まあ、試合前に巻くだけだったり、ハーフタイムに巻くチームもあったり、全然違いますね、やっぱり。なるほど。いやー、すごい。なんかそこら辺もなんか、やっぱ選手の、話を聞くと、リアリティがあって、すごい。はい、で、アタッキングサイドはどちらも左サイドからと。はいはい、まあ、マリノスも先ほどおっしゃってましたが、加藤ひじり選手のサイドですよね。はい、でね、新潟は谷口選手のサイド、はい、うん、まさしく両左サイドの攻撃で両右サイドが守備に追われると。そうですね、うん、スタッツはまさにそんな感じですね。なるほど。で、はい、ボール奪取位置っていうのもあるんですが、これはまあ、はい、お互いボール保持するチームであって、はい、やっぱ自陣で奪う、やっぱハイプレスハイラインっていうほどでもないって感じなんですかね。そうですね、この前の試合に関しては多分どっちもその全部前から取りに行ってもやっぱり回されるっていうのがあったと思うんで、マリノスもそこまで前からっていうような印象は受けなかったですね。なるほど。ちなみに、はい、1点聞きたい部分としては、はい、この2トップ新潟チーム長倉選手と鈴木選手で、はい、まあ、木田選手を見ようやと、
はい。まあ、ただ、マリノスはキーパーもビルドアップに参加されるので、まあ、白坂選手、金藤選手、上島選手。はい。この、ひし形の4人に対して2人が見てると。はい。いうふうな状況。まあ、前半なかなかうまくいったりいかなかったりっていうような部分あったんですけど。はい。ここら辺はどうですか？そうですね。後半、前半は結構そこで、うまく運ばれてサイドでスピードアップマリノスがするみたいなシーンが多かったと思うんですけど、後半はその、442のワイドの新潟のワイドの選手がうまくこのサイドバックのケアと逆サイドにいるときはセンターバックに対して牽制をうまくかけてたんで、なかなかそこの部分でマリノスは後半こう前に行けなかったのかなっていう印象がありますね。なるほど。じゃあプレスのかけ方もしかしたら修正したかもしれないと。そうですね。なるほどな。気がします。聞いてみたいですね、リキさんに。そうっすね。はい。で、走行距離が出てまして、はい、もうダントツで長倉選手。すごいですね。で、スプリント回数も30回と。すげえ。もうこれもほぼ、もう2位のコミ選手の倍近く走ってるんですけど、はい。長倉選手はどう見えましたか？そうですね。結構どこにでも顔出してるというか、そんなような印象は受けましたね。うん。運動量がやっぱすごいですね。新潟の選手みんな。いやでもこれだけなんか走り勝った試合久々なんですよ。あ、そうなんですね。やっぱその走行距離とかスプリント回数とかってやっぱ勝敗に結構影響するんですかね？ああ、まあ、なんか監督によるというか、その今の南葛は風間監督なんですけど、別に走行距離とかは全然何にも言わないって感じですね。あ、なるほど。はい。やっぱチームによるんですかね。そうですね。まさにそんな感じですね。なるほど、なるほど。はい。という感じで、まあ、スタッツもちょっとご覧いただきまして。はい。新潟の選手でちょっと気になったっていう選手が一人二人ちょっと挙げていただけると。鈴木浩二選手と奥村選手ですかね。おー、でも鈴木浩二選手はどうです、はい、どういったところがこう。多分何回か僕も試合したことがあって、なんて言うんですかね、平均値がすごい高いというか。はいはいはい。なんかそういう印象を受けます。なんか、そうですね。一人でドリブルすごいするとか、めちゃくちゃ裏に抜けんの足が速いとか、そういう感じじゃないですけど、要所要所でしっかり点を取ってる印象がありますね。そうですよね。その身体能力的な凄さというよりは、はい、サッカー IQ 的な。はい。感じの、そうですね。凄さがありますよね。はい。結構鈴木浩二選手、その中盤降りてきたりっていうシーンもこの試合あったんですけど。はい。やっぱああいう動きっていうのは、やっぱマリノス側からすると結構しんどいんですかね。マンマーク気味だったのもあるんですかね。そうですね。後ろは結構マンツーマン気味で、多分人に対してはプレッシャーマリノスは行くと思うんですけど、後半はなかなかそこで潰せなかったんで、まあ映像を見てる感じだとこう、マツケンがセンターバックにプレスっていうか、潰しに行ってくれっていうようなのを言ってるシーンがあったりだとか、なんで、まああそこはマリノス的には多分起点作らせたくなかったんだろうなっていう印象がきますね。なるほど。はい。じゃあ、続きまして、奥村選手はどう、はい、どうでしたか？そうですね。なんか、途中です。セレッソの育成出身か何かって。そうです。セレッソユースの10番とかなんですよね。はい。だから、その、ま、基本的な、技術というか、ターンの仕方だったり、プレッシャーを受けてる中でボールを運ぶ位置だったりとか、そういうのはすごい上手いなっていう印象を受けましたね。やっぱその新潟的にはこう大卒ガチャが当たったんじゃないかっていうことで、こう色めきた。なるほど。いやでもセンターバックからボール受けて、こう体うまいこと入れ替えて、まあキーボーからファールもらったシーンだったりとかも、あれもなんかもうファールもらうしかないっていうような受け方じゃなくて、ちゃんとファールじゃなければボールを前に運べるようなボールの受け方だったんで、
なんか常にこう前のことを意識しながらプレーしてるんだなっていう印象を受けましたね。なるほど。やっぱこう、なんだろう、前向いてプレーするっていうのは、はい、もうこれはもう選手の特性というか、なんだろう、その今までのプレースタイルが勝つのか、はいはい、やっぱメンタル的なので左右されるのか、どうなんですかね。あ、でも気持ちが乗ってるとか乗ってないとかっていうのは絶対あると思いますね。ああ、なるほど、はい、持ち味としてあるけど、その、はい、ちょっと何回も止められてとかシュートあんまうまくいかなくてとかだとバックパスが増えたりとかっていうのは、まあ、そうですね、あると思います絶対。なるほど。じゃあ初先発で、はい、ちょっと気合いも乗ってっていうのも好影響したんじゃないかと。そうですね、今後乗っていくんじゃないですかね、アリプレーが最初できたっていうのは。いや、楽しみですね。本当に新潟サポ的にはもう心をわしづかみされたみたいな感じなんで、本当に。そう。で、ただ重要なのが次の試合なんですよ。はい。次が湘南戦なんですね。はい、アウェーで、はい、湘南戦と、うん。僕も現地行くんですけど、湘南戦は。はい。まあ、この試合で得た収穫と、まあ、はい、ちょっと課題感みたいなところも踏まえて、まあ、スタイルもだいぶマリノスとは違うチームなので、はいはい、結構それこそロングボールで裏取ってきたりとかもするし、はい、まあ、今までの長期で監督の時よりはちょっとボール握れたりもするので、はい、結構また特徴のあるチームでもありますし、まあ、降格圏内でもあるので、湘南は。そうですね。結構必死に来るのではと予想されますが、はい。はい、ちょっとまあ湘南戦に向けて、まあ、簡単な展望をちょっと教えていただけますか。そうですね、まあ、今回の試合を見る限りだとやっぱりその中盤でしっかり起点が作れるかと、あとは起点ができた時にサイドをどう使えるかっていうところ、うん、で、まあ、そうですね、多分湘南もかなりタイトに来ると思うので、そこで起点ができるかが結構ポイントになるのかなっていう気はしますね。なるほど。はい。結構そのハードプレスというか、はい、対人きつく来るチームな印象があるので湘南は、はい、そうですね、そこを新潟の選手がどううまいこと起点作れて展開できるかと、はい、そうですね。なるほどなるほど、はい、まあ、じゃあそこにも注目してというところですね、はいはい、という感じで、じゃあちょっとマリノス戦のレビューは以上ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。